はい、はい、というわけで始まりました高円寺ケーススタジオチャンネル、ね、ちょっと見ていただければ分かると思うんですけどケーススタジオチャンネル 初のゲストが来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。西さとしさんです。西さとしです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まあまあ、ゲストを、ね、飲みながら、ね、そうですね、はい、西さんとの出会いもね、このケーススタジオ2人とも。そうですね。ミシさんが、あ、乾杯ですね。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。乾杯。なんで俺ここに今、ここにいるんだろう。なんだろう。すごい。いやね、本当に。ね、最初遊びに来るだけって言ったら、うん、まんまと。まんまと。そうなんです。で、さっきというか、不条理演劇についての、講座の時にもいてくださって。はい。はい。いてました。聞いてくださって、いやもうお恥ずかしい、いろいろ考えちゃった。なんで俺演劇やってんだろうみたいなこと考えそんなことないですか。いやそこまでか、その前からの流れから聞きながら、そうかって思いながら、ね、分かるところと、うん、そうか俺は今なんでやってんだろうなみたいな、恥ずかしい考え。めっちゃ怖かった。釈迦に説法みたいな感じで、いつも2人だけでやってるから適当なことはあってるけど、西さんが座ってると思いながら、ちょっと緊張して、ちょっと早口になってたりとかして私もなんかテンションがちょっとおかしかったりして、いやでもありがとうございます、うん、で西さんはね、今新国立劇場で、はい、スポーツプロジェクトで、はい、リチャード3世を作ってる、はい、まあ、どんな感じなんですか、何ヶ月かに1回集まってって感じ、まあ、うん、はい、あまあ、ここでそんな詳細を喋るのもあれかなって。あ、確かに1年間稽古をやって、本番を設定せずに稽古とやって、で、そのお尻置きにせずに、良くなれば良くなるし、ダメだったらやめちゃってもいいんじゃないっていう、芸術監督になった小川恵里子さんの肝入りの企画で、その3本あるうちの1つで参加させていただいてます。西さとしさん、ちょっと慣れてきた俺喋るよ。うまい。私たちよりも、いやいや、そんなことないです。いや、ね、で、西さんとの出会いは2人ともケーススタジオで、はい、私はケーススタジオの1周年のパーティーで、パーティーで温かっていうと、なんかロミジュリみたいな感じで、まさにそのシェイクスピアの話をしてたんですよ。っていうのも、西さん、張孫波さんと池田由紀子さんとのマクベスを2人で漫才にする、はい、っていうね、漫才にするというか漫才形式でシェイクスピアをちょっとやってみようっていうっていう話を聞いた時に、こいつは天才だと。めちゃくちゃ面白かったんですよ。で、マクベスの話もそうだし、ロミオとジュリエットの話もそうだし、分かりやすいと思って、あの人と一緒に何かやりたいと思って、で、何回か、ね、それはマクベスを上演したちょっと半年後ぐらい、半年後ぐらい、あ、なるほどなるほど、はいはい、マクベスの稽古場どうするってなった時に、ゆっこさんと多分草加君のあたりでつながってて、どっか関係がきっと、どこでしょうね、はい、でも僕その時はゆっこさん自体っていうことではなくて、多分なんか関係、はい、紹介でなんか多分来たことがゆっこさんの方向にある。なるほど、あ、シュレイさんから、そのと、あ、なるほど、シュレイさんかも。で、その孫波とゆっこさんの2人のお芝居を、まあ、実質最後一月ぐらいの感じでやったのを、はいはい、ここを2人がすごく気に入って、はい、で、たまたま空いてたから、まとめて貸してもらえますかっていう話を、年末でしたね、そう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 、うん、結構で、なんかこんなところをね、なんか経営してる、うん、でもほとんど独立みたいな感じで運営してるの、すごいな。まだでも半年ぐらいだ。あ、そうだ、そうかもしれないですね。だからね、そっか、で、この人とは繋がった。で、実際に自分も上演したら、まあまあ思った以上に、うまくいって、で、その半年後ぐらいに、パーティーのところで、あの男の方がパーティーやるらしいぞ、行っとこうと思って行ったら、そこの受付のところで、そうそうそう、すごいテンションの高い人が、やべえ、いやでも本当に話が面白いんですよ。やっぱり、あなたも、いやいや、ありがとうございます。シェイクスピアって難しいっていうイメージがあるじゃない、だけどそれを漫才にするってどういうことだって、では、あ、サトシも見たんだよね、私は映像でなんですけど、見せていただいて、マクベスってこんな面白かったんだっていう、その視点が面
白い。面白かったね。演出の視点が面白い。自分でやって発見ももちろんあったけどね。あのツイート覚えてる、見た時の草加くんの、マクベスや、あ、マクベスや、マクベスや結構テンションの高い、やばいっすねバカじゃないですか。それが面白かった、衝撃的、マクベスを漫才風で形式でやる、2人でやるって。でもあの時小道具で使われてたさ、マイクとマイクスタンドとアンプがさ、うちのスタジオのやつだったね。そうそうそう、で、めっちゃ怖かった、あれがいつ壊れるのかってなんかあれもなんかここにあったやつをなんかちょっとね、漫才形式だからちょっと立てとくわって言ったら、このままそれでいいんじゃないっていうような話で、借りていいって言ったらいいですよって言ってくれた。めっちゃ怖かった。そうだよね。いやマジでボロボロのアンプだから、あそこに来たらあれだけど。そうそうそう、あれだよ。そうだよね。でも西さんしばらく演劇をお休みしてた期間、ちょっと10年ぐらい、やってなくて、本当にもう奇跡に奇跡の連続がこう繋がって、ちょっとマクベスの上演をすることができたっていう。で、それでかつ繋がって、この間 の、 あのスパックでイオネスコの授業を、無常演劇、無常演劇をやってて、で、私、静岡に見に行きまして、終わった後に飛び込んできて、西さん、西さん、西さん、面白かった、面白かった、意味が全然わかんないけど面白かったっつって、この人が一番面白かった。おめでとう。だからやっぱりそのお休みしてた期間があって、マクベスを上演して、そのつながりでイオネスコの授業をスパックで上演されて、で今また新国立劇場っていう、もう引きが強い、本当にね、運がいい。いやいやいや、だから才能があるから、というかやっと正当に能力が評価されてきたんじゃないですか、その10年間を経て。本当そうですよ。とにかく、もう何度も言いますけど、お話が面白い。だからそのハードル上げるな。そうそう、ハードル上げるな。だからゆくゆくはシェイクスピア講座をね、やってもらいたいな。ああ、やっていたよね。ね、そう、もうこんな僕らみたいなド素人がさ、分かったよ。でもそれはそんな変わらないよ。いや、まあ、さっきのもだってね、演劇史をちゃんと喋れるとかっていうのは、いや、まあ、本当に講義みたいな。だから得意な分野というか、いやいや、だからさとしは演劇史が得意、で、私は芝演劇、芝居の感想を話すのが好きとか、やっぱりミスターのシェイクスピア、なんか専門じゃないからこっちもあんまり、なんだろう、難しいんだけど、あのでも古典を面白がるっていうのは自分得意なんだろうな。そうなんですよ、それをやってもらいたくて、で、そのお話ししてくれると、え、なんだ古典って難しくないじゃん、面白いじゃんって読んでもらえるんじゃないかなと思ってて、やっぱりこのケイズスタジオチャンネルを作った理由としては、演劇をもっと身近に感じてもらいたいってところなんで、そこにぴったりな、ぴったりな先生だと思うんですよ。つまり水先案内人かな。水先案内人演劇に対するね、ガイドがいないと。はい、なので徐々にね、シェイクスピア講座、あのプレッシャーかけるわけじゃない。いや、全然楽しくやりましょう、楽しくやりましょうよ。お二人すごい面白いですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。シェイクスピア講座やっていきたいと思いますので、皆さんご視聴ぜひ楽しみにしていてください。もう末永くやっていきましょう。やっていきましょう、ちょっとずつね。全シェイクスピア作品制覇したいなって。行きたい、はい、都道府県みたいに行こうかな、行きたいなって思ってますので、はい、ということでね、いや、これからもどうぞよろしくお願いします。お願いします、ありがとうございました。はい、はい、というわけで、こうやってついに2人だけじゃなくてゲストも呼ぶようになりましたので、もうここぞ、もう今ですよ、チャンネル登録お願いいたします。次は黒い T シャツ着るのかな。そうかもしれない、そうかもしれません。はい、ではまた次回、ありがとうございます、お会いしましょう、さよなら。